ちゃんいらっしゃい。ふわっちサブスクないよ。うん。こっちふわっちの人は休んどいてね。で9月どっちやるか決めるわ。寝起きとかなんかあんま寝れなくて、ずっと考えてたらどうしようかな、寝れないんだよ。じゃあつけてみた。でも眠かったんだけどね。一番のアイテムありますよ、向こう。嘘やめてくださいね。カフェオレありがとう。今月こっちみたいな。どういうこと？明日は行かないよ。ありがとう言ってるよ。Thank you。 歌の練習、もう俺は体仕上がりました。もうバッチリだね。7回、2回投げたけど、これ嘘つきだね。237個ブロックしようかな。嘘つきがやばいね。これ言わないわけないじゃんね。7万円のアイテムで NG 入れるこいつ。まだ売ってると思うよ。大阪行ったらかえちゃんとこ行こう。かえちゃんとこね。お金もすごいかかってるからね。近いらしい。そんなことないよ。TikTok にすごい興味持ってるから集客増えるよ。だってふわっちの人はみんな知ってるからね、俺のこと言って。他で集客も狙うっていうのがやっぱ俺にしかできないことだし、やるべきだよ当然。ラジオで電車内で配信するの別にいいんじゃない？配信疲れ弱ね。なんかちょっと配信時間長いからたまにちょっと休んだりしないと。藤沢なのだって週に1回休むんだから疲れてるよね。なんであの写真目立つじゃん。
同時配信は無理じゃない、うん、同時配信は。それじゃ厳しいんじゃない、うん、俺派閥入ってないね、どこにも。一人だね。ちょっとグッズ販売の形変えます。で本来のちょっと形に戻しますんで、ちょっとこれからハルコメインでやっていくんで、うん、マリオのちょっと負担も減らすんでね、はい、ちょっと元々やってたハルコさんが管理するっていう形にちょっと戻します。うん、でちょっとマリオは配信頑張ってもらおうかなっていう、はい、うん、それ決定事項なんで、うん、やることが多いからね、言うて、うん、何ワードとかにも。最近始めたんでわからないですけど、この閲覧数何ですか？何者？え、あなたが何者ですか？はい、僕が言わしたら何者なんですか？すいません、うん、何者です？すごいなと思って。何者でもないよね。ゼロから一歩踏み出す勇気、ゼロワンです。俺様は3000人の女と通話をして、300人の女とコラボしてきた光る女を探してる。もぐもぐもぐらかな。潜ってないで挨拶はゼロ一。ゼロリス天子だ。通通通過かな、通過税。通過せずに5分見てくれ。そうすれば仲良くなれるよ俺と。通通通報かな。通報してみろよ。おら。TikTok 行ってこういうボケを覚えました。どうですか。通報税パコパコオフパコかな。俺のチンチン狙ってるやつら、何だよこれや、うん、タコシ行った偽物じゃないのタコシ、本物。何やってんだよ、アツシかタコシかヒロシか知らんけど、東京来てくれよ、逃げずに。何やっとん、行ったり来たり、あっち行ってこっち行ってこっち行ってあっち行って、移動距離がもったいないわ。1ヶ月何回往復するの。すごい現場、監視カメラが7台とかいうとこ、うん、カパどこ行った、戻ったんじゃない、うん、裏で、うん、見てる、見ますよ、うん、これちなみにふわっちやってない時も全部見てるからね、うん、ちなみにおはよう。
見る暇、トイレ行く暇、トイレ行ってる時とか合間にね、見てる、うん、だって TikTok で自分の枠入れないからね、自分の枠見れないからね、同じアカウントで。そういう時ふわっち見たりして、うん、で、こうきさんが27日に来るからちょっとふわっちで神会になるね。ふわっちで神会になっちゃうね、うん、それゆきちゃんだよ。海外いきなり配信分回して、うん、思ったより閲覧が伸びてるから楽しいんじゃない、うん、周回り、うん、激痩せしてます。もう出し上がってるよ、体は仕上がってる、うん、仕上がってますよ。コラボ界隈がなんか元気よくなっちゃってるんだよ、うん、流れ変わっちゃうで、ふわっち、うん、ラジオしてコラボ機能つけてゼロワンクリニックみたいな感じで、でちょっと揉め事で盛り上がるみたいなのが強いから、うん、うん、でチェリコ、俺さっきね追加するメンバーシップ見たら、チェリコとフミヤとマリオだけ3人だけいたんだよ。チェリコ抜けてね、ありがとうね、ありがとう、うん、すごいよね、やってもないのにずっと入ってくれてるから、うん、あっちにありがとうね、チェリちゃん、愛だわな、これも、うん、全員ツアイス食いすぎてケリー、ガリガリ君企画ね、カオリ、フミヤいらっしゃい、でフミヤもありがとうね、やってもないツイキャスずっと入ってくれてね、ヒカルは今説得してるから、うん、まあ数日間で決まると思います、うん、なんかお返ししたら配信でお返ししてる、エリーいらっしゃい、カットし、大学じゃなくて光出てくれると俺は信じてるからね、さすがにそんな無責任なことないよ、あれ俺休んでるのにプラチナプラスなの、あひー社長もお久しぶりです、お元気でしたかひー社長、ナイス不正、子供の携帯からもナイスそれ不正じゃないんじゃない、いいんじゃない、うん、あデブちゃんね、うん、こんな顔ちょっと若くなってるんだよ、若い世界にいるから顔がね若いんだよ、うん、暇でした、ちょっと今 TikTok やってて、ひー社長、うん、やっぱ暇になってるのか、これはまずいね、うん、知らないのかな、知ってるけどまあふわっち見てるみたいな、うん、あんま流れてないんだろうね、ちかちゃんもね来ないんだろうね、外部は、うん、ポコシャ、ポコさんもね、うん、うん、うん、昨日言ってくれた、たまにありがとう、コメしにくいって、そこでオプちゃんとかコメントしたらいいじゃん、いつもの
なんかすごい古いリスナーもいるよ、向こうリーナっていうね、クルちゃん時代の時からの、一番になって、任しとけ。まあふわっちはもうマンスリー何度もてっぺんの景色見てるんで、違うとこの景色を見たいかな。確かにふわっちのてっぺんの景色は綺麗だよ、でも少し見慣れちまった、追われる立場じゃなくてあくまでもチャレンジャーになりたい、チャレンジャーに俺はいつまでも挑戦者でいたい、王者でいたくない。見守ってほしい、あれ休むね、休んでないよ、もう疲れてるよ、養分に。いやだって小吉にもウッキーにも負けたでしょ、変化加えないと、基礎人が毎月入れ替わるからもう絶対的なライバルがもういないもん、入れ替わってるだけで、向こうはゴロゴロいるかな、イキリストさん番ですか、何ですかこの失礼な人、イキリストリスナーさん知らねえよんなのよ、どうでもいいわ、ヒカルは右利き怖くない、それはさすがにない、ヒカルはそんなビビるやつじゃない、で今夜のゼロ誰なの君、慣れ慣れしいけど急に出てきて、名前変えた、プイプイじゃないのこいつ、誰、慣れ慣れしいけどなあ、ゼロリス今までやってましたみたいなコメントしてるけど、会話の入ってき方してるけど、君誰やねんお前、盛り上げないっつうか、他にいっぱい配信者いるのに、選手もいるのに、なんで俺にばっかり言うの、意味がわからん、他のサイトでね、ああじゃあ見に行く見に行くってみんな言ってくれてるんだよ、ふわっち見に行くねって、すごい集客してるんだよ逆に、裏でね、裏で、それをちょっと分かっていただきたいよね、ふわっちっていう名前を広めてるからね、主催として俺しかできないことしてるでしょ、やることしっかりしてるよ、キツネは悪くろ、キツネとタヌキ一緒だよ、外知らない人多いから広めてるから集客増えるで、めちゃくちゃで向こうにも鳩が飛んでめちゃくちゃ増える、一気に増えるね、ふわよりまあ分かんない